ご登壇いただきましょう。それでは1次元目、まずは定番中の定番、写真撮影の時のポーズからです。自分に合ったポーズを用意しておくことはとっても大切なことです。私がお題を出しますので、それに合ったポーズを先生方にはやっていただきます。先生方はいくつもポーズがあると思いますが、本日の気分で構いません。それではまずは可愛いポーズをお願いします。それでは用意スタート。
私たちは成長していけるかもしれませんね。では、次のお題に移りたいと思います。次のお題は、生徒の皆さんに当てていただきましょう。先生方は、あるジェスチャーをしますので、それが何のジェスチャーかを当ててください。ヒントは最初に、パがつきます。それでは、よーい、スタート。ありがとうございました。皆さん、答えは分かりましたでしょうか？正解は、バスケットボールでした。